チャオ、あっちゃんです。ね、さっき予告した今日の、2回目のおやつ、パリパリ系、しょっぱい系のおやつは、カルビーポテトチップスの、瀬戸内の味、地域限定の瀬戸内レモン味を食べたいと思います。ほろ苦い皮の風味と爽やかな酸味っていうね、瀬戸内のレモン味です。はい、地域に根ざした定番の味、瀬戸内レモン生産量日本一は広島県、国内のレモン生産量日本一は広島県、国内産レモンのシェアナンバーワンは広島県、2位は愛媛県、全国のレモンの 79% は瀬戸内地方である広島県と、愛媛県で収穫されています。瀬戸内の太陽をたっぷり浴びて育ったレモンの爽やかな香りと程よい酸味、レモン特有のほろ苦い皮の風味とほんのり残すことで本格的なレモンの風味を味わっていただけます。アクセントに黒胡椒を加え後引く美味しさです。瀬戸内の味っていうことでね、最近ねコンビニとかでね、全国の限定、地方限定のコンビニ、コンビニじゃないわ、ポテトチップスが売られてるんですね。はい、でこの前ね、なんか食べたような、何やったっけ、忘れちゃった。はい、なんかね、こんなんでね、あと他ね、九州限定とか関東限定とか関西限定とかね、いろいろ売ってた。で瀬戸内限定の瀬戸内レモン味を買ってきました。はい、ということで今日は食べたいと思います。パソコンで編集作業しながら食べてるからね、ちょっと変な感じなんですね、今場所が。いつもと違うから、はい、そんなね、ちょっと、こんな感じ、ピンと合うかな、はい、こんな感じです。はい、なんかね、黒胡椒かな、黒いつぶつぶがついてて普通のポテチです。匂いに嗅ぎ忘れてた。中身こんなんですよ。はい、なんかね、香ばしい焦げたポテトにレモンの香りがほんのりしてる、美味しそう。では食べたいと思います。お、レモンがすごく効いて、酸っぱくって美味しい。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。あのね、今の味薄かったな。やっぱりムラがあります。はい、ね、一番最初のが一番効いてたのはレモンが効いてて、黒胡椒あんまり分かんないけど、ほんのりちょっとね、黒胡椒の風味が出てるかな、出てないかなっていうぐらいです。レモンは結構なんていうの、爽やかな柑橘系な、レモンの味がする。で、皮のちょっとほろ苦い風味を入れてるっていうことだけのことあって、レモンのパスタとかみたいにレモンギュッて絞って、皮をバーってすりおろして皮もちょっと入れるね、そんな感じ、ちょっとほろ苦い感じで美味しいです。ドレッシングとかにもこういうのありかもわかんないね、ちゅう美味しさですね。はい、ちょっとね、噛まずに舐めてみたいと思います。舐めたらレモンの酸っぱさがよくわかりますね。はい、でも嫌なね、すごい酸っぱいとか、酸っぱムーチョみたいな、うえってぐらい酸っぱいとか、じゃなく、優しい酸っぱさで、食べやすくて美味しいです。はい、ということで今日は、瀬戸内限定瀬戸内レモン味のポテトチップスを食べました。はい、ということで点数はね、70点っていうところかなって感じです。はい、ね、瀬戸内の方いかんとね、買えへんかったポテチが全国で買えるっていうのはありがたいですよね。はい、ね、ということでね、また子供たちと一緒に食べたいと思います。ではまたね、バイバイ。